はい、皆さんこんにちは。レク専任講師の佐々木博美です。本日はですね、令和3年の司法書試験、筆記試験の一発合格、見事一発合格されました方にインタビューと思いまして、こういった場を設けさせていただきました。で、まず簡単に自己紹介の方をお願いします。はい、では斉藤と申します。法律学習経験も、はい、私は法律学習経験は大学で法律の授業をいくつか取っていたというような感じ で、勉強期間中は半分、最初は仕事をしていて、残りの半分は専業というような形でやってました。よろしくお願いします。片岡と申します。法律学習経験はなくて、ただ業務の方で少し法律に携わることをやっておりましたので、そこから少し興味を持ってという形でこちらの資格を目指しました。秋制でやっておりまして、ただ始めたのは、1月ぐらい、民法の途中から追っかけって感じですよね。追っかけで、はい、そうですね、やっておりました。よろしくお願いいたします。ではまずお二人とも池袋の生クラスで登録された受講生さんで、でスタートされましたけれども、まずそもそも数ある資格の中から二人ともね、社会人として働きながら勉強されるっていうスタートでしたけれども、数あるなんで司法書士にしようと思ったのか、その資格の中でもなんで司法書士にしようかなと思ったのか教えてもらっていいですか。私の場合は大きく3つ理由があるんですけど、1つは、法律にもともと興味があったので、会計士とか、そっち系よりかは法律のものがいいなと思っていて、もう1つは、仕事が好きだったので、早く仕事がしたいというのがありまして、例えば司法試験だとこう最短で行っても仕事始めるまでにすごいかかってしまって、そうですね、受かった後収集とかもありますしね、はい、予備試験から司法試験で収集、はい、で一人前みたいな、はい、なので、司法書士であれば、最短でいけば、これぐらいにスタートできるなっていうのがあったので、司法書士がいいかなと思ったのと、もう一つが独立しやすい資格っていうところ、そうですね、うん、でもちろん就職もできると思うんですけど、いろんなこう将来のライフプランの変化に合わせていろんな働き方が増していけるなっていうところで、いいなと思って決めました。はい、結構司法書士ってですね、割と若いうちは組織に属して働きたいって、それなりに大きな仕事をしていきたいっていうことであれば、それなりに大きな事務所に勤めたりだとかで、専門分野の専門性の高い事務所に入ったりだとかっていう選択肢もありますし、あとそこそこの年代になってきたら自宅開業っていう道もあったりはしますので、そういった意味ではね、おっしゃったライフプランに合わせたっていう活躍の仕方、これは大いに選択肢としてあります。で、割とそうですね、年配の方とかでスタートされた方もスタートされる方も多いんですが、セカンドキャリアっていう意味で第二の人生も一生働いていきたいってなると、そういった意味で割と最近例えばその定年だとかも割と早いうちに来るかもしれないってなると、もしくは自己都合退社でいいタイミングで辞めることができれば、そういった意味では50代から60代からっていう方も近年増えてきてる傾向ではあるのかな。それが活躍の仕方ってかなり広く選びますよと、自宅開業もできるし組織で働くっていうのも大きな魅力なのかなと思います。片岡さんどうでしょう。私は冒頭少し申し上げたように法律に関わる仕事を少ししていたんですけれども、それがですね、もともと公務員をやっておりまして、その中でこう法律の運用であるとか、策定であるとか、そういったところをやっていたんですけれども、ただ私出身が大学が理系でして、ですのでこう法律に関する知識が何もなかったので、かなりこう法律の分野楽しいなと思いつつ、こう悔しい思いもかなりしてきたので、そういった中でこう一度腰を据えて学習をしてみたいというふうに思いまして、資格の方を考えました。
で、あとはそうですね、その公務員というところでこうかなり何と言いますか、多律的な業務が多くて、まあ、あとこう大きな組織の中で働いていたので、そこに少し、まあ、ちょっと限界を感じるところもあったので、こうもう少し資格を得て柔軟な働き方ができればいいなというふうに思ったのも、まあ、志望の理由の一つです。であとはそうですね、私は親戚が亡くなった時に司法書士の先生に大変お世話になったというような経験もありましたので、こう人のこう一生といいますか、一番大事なところにこう寄り添えるようなお仕事なのかなと思いまして、司法書士を目指すことになりました。割とですね、そのね、ご自身のご自身のところでその相続きっかけですよ、司法書士の存在を知ってたとか、ね、割と相続に関しても今ね、就活ってね、終わりの活動っていう感じで、そういったきっかけで司法書士さんと絡むこと、例えばいくつか財産があるんだけれども、自分が亡くなった後トラブルになってほしくない、残された、でその時にはやっぱり準備をしておかないと、遺言を残しておいたりだとかね、しておかないと後々なんかね、自分が亡くなった後揉めてほしくないっていう意味で、就活の時に司法書士さんにお世話になったりだとか、ね、いくつか財産あると、例えば将来的に登記のことを考えた遺言書の作成というのも、やっぱプロに関与してもらっておかないと、なかなか自分で自筆でも遺言って書けるんですが、そういうゆくゆく登記のことまで考えた遺言書の作成というものも、ね、やっぱプロが絡んでおくと、ね、そういった後のトラブルを防ぎやすいというところもあったりで、割とその就活支援的な、まあ、相続登記中心の事務所っていうのも、そういったところで、近年非常に増えてきております。ね、ゆくゆくは相続登記義務化という方向にもう向かうことは決まっておりますので、そういった意味で司法書士の活躍の幅っていうのは広くなってくるし、で一般の方が司法書士に触れる機会っていうのが、ね、増えてくるのかなとも思います。はい、ではそのよし司法書士にしようと思って、まあ、情報収集とかされたと思うんですが、じゃあそもそもたくさん予備校あるんですね、司法書士やってる予備校。なんでレックにしようと思ったのか。なんでレックにしました？そうですね、まずいろいろ調べてみたときに、まあ、一番大手だったり、うん、一発合格の方も多いっていうのがあったので、まあ、間違いないかなってっていうふうに思って決めました。はい。はい、そうですね。やっぱりレックの方は今までのこう実績というものは確かなものがありましたし、特にその一発合格者の方を多く輩出しているというところで、私も受けるんだったらぜひ一発合格をしたいなというふうに考えてましたので、まあ、その波に乗りたいと思ってレックの方を選びました。はい、ね、いつか受かればいいかなっていうスタンスで勉強を始めてると、あっという間に5年10年選手のベテランみたいなことになってしまうと、ね、実務つくのがその分だけ長くなってしまうので、結構法律ってですね、毎年毎年ちょこちょこ改正されるんですよ。なのでやるからにはスパッと短期決戦というのが一番良いと思いますので、ぜひこれから始められる方はですね、何が何でも一発と、私そのあたり一発合格の執念、すごい講義の中でもしつこく一発一発って言いますので、そのあたり一発合格を目標に掲げていただきたいかなと思います。ではじゃあそのレックにしました。でレックの中でも、例えばその受講形態通信なのか通学なのかとか、あとクラスいくつか講座もいくつかあるじゃないですか。なんでその佐々木クラスで池袋の通学にしようかなって思ったのはなんででしょう。他検討しました？私の場合は、まあ、ネットに今いろんな先生の科の講義って載ってると思うんですけど、うん、まあ、それをいくつか見た時に佐々木先生のこう説明とかっていうのもすごい分かりやすかったですし、あとその一発合格っていうところにかける思いがやっぱり他の先生とはやっぱり違うってなんてなこっちゃ感じたので、絶対この先生がいいなっていうふうに思いました。はい、であと実際にその池袋校に行った時にもすごいスタッフの方の対応も良かったりっていうので、自分的にはなんか居心地がいいというか、なんかみたいなのもあって決めました。そうですね、佐々木先生に決めた理由としては、
まあ、私がその、まあ、司法書士の試験をやってみようかなと思ったちょうどその日に、先生があの水道橋の方で、ガイダンスの方を開催してまして、まあ、なんでちょっと仕事帰りにフラッと立ち寄ったら、まあ、先生がいらっしゃって、でもうそこでほぼ1対1でこう結構もうマンツーマンでがっつり初めましてでね、はい、でねちょっとそういった経験がまず新鮮だったので、うん、まあ、そこでまあ運命的なものを感じて、佐々木先生にぜひともお願いしたいなというふうに思ったというところです。で通学に関してはやっぱりこう自分のこう集中力がすごく低くて、やっぱり楽をしたいという気持ちとかですね、そういった気持ちもすごい強かったので、ここはもう週一必ず通学をして、それをペースメーカーにしてやっていかないと、まあ、やっぱりこうたどり着けないのかなというふうに思いましたので、通学の方に決めました。はい、なので結構ですね、情報収集のためにガイダンス説明会にいらっしゃる方もすごく多いので、これご覧になっている方で司法書士やってみようかな、でも難しそうかな、例えば他の資格と迷ってるんだけどみたいな感じで情報収集に来られる方も非常に説明会って多いので、そういった意味ではお気軽にいらしていただければ、始め時だとか結構ですね、法律改正だとかで、やるんだったら今だよとかいう始め時も、選択肢としてあったりはしますので、なので気軽に相談会的なところを受講相談にいらしていただければなと思います。ではお二方とも最後まで私の生クラスで、結構生クラスってあれこれ講義とかいろいろ追加でついてたりもするんですが、私の講義を受けて講義内容どうでした、それともそれあとは佐々木講師ってこんな人よとか的なものがあったら後輩にぜひ教えてあげてください。そうですね、講義は最初こんな面と向かってそれこうして結局ド S だよとか言いにくいと思うんですが、あでもすごい授業のこう最初の頃はやっぱりこう法律に慣れてなかったり勉強習慣っていうものに慣れてない人向けにすごい分かりやすくであったり、まあ、ゆっくりみたいな形で進んでいって、で、まあ、だんだんとまあペースアップはしてくるんですけれども、そういう意味ですごいまあこう入りやすいというかなっていうふうに思っていて、であと実際講義の中身としてもすごいこうここはやってねっていうところと、ここはやらなくていいよですとか、あと過去問もなんか今の段階だともう何回目ぐらい入っててねとか、なんかそういうことも結構おっしゃってくださるので、こうどういうふうに勉強すればいいのかとか、その家で復習すればいいのかっていうのも分かりやすいので、そういう意味ですごい良かったなと思います。はい、はい、そうですね、今まさに斉藤さんもおっしゃっていたことですけれども、やっぱりまずメリハリがついているのがとてもいいというふうに思いました。講義の中でも、まあ、ここは熟読しておいてというところと、まあ、ここはそこまで読まなくてもいいかなというところ、そういったところをまず最初にきっちりと示してくださって、それをまあ指針にして学習をしていくことで、こうやっぱり本質的な部分から定着していくのかなというふうに思いましたので、初学者でも大変ついていきやすいかなというふうに思います。であと通学をしている立場として感じたことは、やはりこう一人一人の生徒さんを非常によく見ていらっしゃるなというのはすごく感じました。で月に1回ほどこう面談をこうやらせていただいたりもしたんですけど、ま、それ以外の時にも、ま、先生からこう積極的に話しかけてくださったりとか、その中でじゃあこういった課題をやってみたらいいんじゃないというような適切なアドバイスをくださったりとかというところが非常に自分としてはありがたかったところです。はい、すごくその、まあ、生ライブだと生に来られてるとなんかね、なんとなくその講義中の顔色だとかもやっぱりこっち喋ってるが、講義してる時には当てたりはできないんですが、収録もあるので、ただ講義終わった後とか休憩時間、だとかに今のとこ大丈夫って聞くこともありますし、あと割とですね、生クラスって言っても全会出席を強制してるわけではないので、来たり来なかったりっていう状況だと久しぶりこの間どうだったっていうのをこっちからぐいぐい話しかけていくこともあります
ますので、ね、もちろんそういうのが嫌な方はああとか言っていただければ、あ、この方は苦手なのねって私ので空気差しますので、ただ生クラスの受講生さんほぼほぼもう皆さんカウンセリングに利用される方が多いので、そこは遠慮なくぐいぐいおっしゃっていただければなと思います。でもお二方とも生クラス登録でしたけれども全部出てきてなかったじゃないですか。別に全然いいんですよ、出てこなくて。でしかも今ねコロナ禍とかでこういう状況でもあるので、斉藤さんとかも最初ぐらいしか出てきてなかったですよね。でその出たり出なかったりで、片岡さんも来られる時に来ますとかで、タイミング的に時々来るみたいな、後半とかって結構ね、やっぱり通学にかかる時間だとか、学習効率考えたらウェブでもいいかなっていうタイミングもあると思うんですよね。で、そのあたりペースメーカー的にそのいいとこ取りができるっていうのも生のメリットだと思うんですが、そういった自己管理、スケジュール管理だとか、出てない時にウェブの受けた方とか何かアドバイスがあればお願いします。結構斉藤さんとか結構早い時期からもうウェブに切り替えちゃった感じですよね。はい、そのコロナがあったので、うん、2月3月あたりからは、ね、まあ、もうウェブに完全に切り替えていました。でもうウェブに切り替えてもその講義の翌日の夕方ぐらいしか配信がされるので、もうそれに合わせてその曜日でスケジュールを組んでこなしていくみたいな形で、ちゃんと配信に遅れないようにできるだけ生と同じペースみたいな感じで、そうですね、はいはい、でそれでやるっていう、もうスケジューリングをしてするっていうような感じでやっていました。はい、不安はなかったですか、その、はい、もうほぼほぼ生に出ない、まあ、私と、ね、月1で話すにしても、はい、うん、そうですね、不安はでもやっぱり最初はこうあったんですけど、まあ、もうその頃には大体もうやるぞみたいな気持ちが出来上がってた、まあ、そうですね、民法も途中ぐらいになってくると、うん、ある程度もう今更もう脱落というかやめはしないよねみたいな続けていくとその自信は出てきますよね、はい、うん、でそういうのもありつつも、先ほども申し上げたようにこう先生が結構講義の中でこうなんて雑談ではないですけど、なんかそういう話も交えてくださったり、まあ、その講義の進度というか復習もこれぐらいまでやってねみたいなことをおっしゃってくださるので、まあ、そういう意味でのなんか不安みたいなのはあまりなかったですね。そうですね、本当にもう地方の方とかで完全通信ですっていう方にも今このタイミングでこれをしましょうっていうのは結構言っていくので、あと割とそうですね、完全通信の方でもね、インターネットフォローだとかを通じてはつながった人は個別なの直接はつながるではおりますので、まあ遠慮なく何でも聞いてほしいという感じです。片岡さんは結構最後まで出たり出なかったりっていう感じでしたけれども、うん、印象としては出てる出席の方が多かったかなっていう印象ではあるんですが、そのあたり出るとき出ないときのタイミングってなんか自分の中でありました？そうですね、極力出るようにはしていたんですけれども、体調が悪かった時とかですね、うん、あとは直前期が近づくにつれてやっぱりこう自分の中でこなさなきゃいけないものっていうのが増えてきた時にやっぱりこう通学にかける時間が惜しいかなという、その往復の時間が惜しいかなという意味 で、ね、結構その、ね、通学のデメリットってね、はい、往復の時間と交通費だったりもすると思うので、うん、時間そうですね、やはり時間が、うん、と、まあ、体力ですかね、うんうん、が少しもったいないというふうに、まあ、感じるほどやっぱり切羽詰まってくるので、そういった時は、はい、ウェブの方を選択しました。割とですね、その緊急事態宣言中も一応生講義はやってたんですけれども、そのタイミングぐらいで割とそうですね、出席者の方たちも減ったりだとか、でもウェブで見てますみたいな感じで教えてチューター、ネット上の質問とかで直接質問とかを普通のタイミングで来る感じなので、そこは続けるための選択として、ね、通学プラスウェブ、ないしは DVD だとかっていうのは大いにすごい積極的に、昔みたいに何が何でも全部出なきゃいけませんみたいなのを絶対ルールにしてしまうとかえってしんどくなってしまうと思うので、そこは臨機応変に対応していただければと思います。ではお二方とも一応本格的な法律学習経験とその、ね、特に登記だとか言った部分に関しては初めてだったと思うんですが、講義全部一発で聞いて一発でその場で全部理解できました？
まあできないですね。まあそんなもんなんですよ。ね、一回で分かる内容もあれば、一回聞いてやばい途中から分かんないみたいなものって、これは誰でもあるんですね。で、そういったすんなり頭に入ってこなかったりだとか、その場で全部完璧に理解できないものっていうのは、生でもウェブでもそれはあると思うんですが、そういった時って聞き直してました？それとももうとりあえず書いたメモで自分で読んでみるっていう感じでやってました？そうですね、私は基本的にそんなに何度も見直すっていうタイプではなかったんですけど、うん、まあ、まず読み込みをして、自分でなんていう、一旦こう理解しようみたいな感じでやってみて、うん、で、まあ、それでもどうしても分かんないみたいな時はたまに見返すんですけど、まあ、基本的にこう先生も最初から 100% 分からなくていいよみたいな、うん、他のこう科目に進んで後から分かる時もあるよみたいなことをおっしゃってくださるので、まあ、分からないんだなと思って、その時はなんかそこまで深く落ち込んだりせずに、なんとなくこういう話っていうざっくりが分かってれば、はい、まあとりあえず今日はよしとしようみたいな感じで進んでいく感じですか？あ、そうですね、はいはいはい、はい、で直前期になっても結構本当に分かんないみたいな時は戻ったりとかっていうのを後々してたっていう感じですね、うん、ゆくゆく進めていけば分かるようになるらしいぞ。あ、そうです、ね、はい、そんな感じでした。はいはいはい、うん、結構割り切りはいい方なんですね。じゃあそう、あ、そうですね、あんまりその落ち込むことが何て言うか、こう精神的なロスというか、なんか負担になるなと思ったので、うん、できるだけその落ち込まないようにというか、そういうもんだよねみたいな、考えてもしょうがないかっていう、はい、感じ。あ、でもね、これ結構大事なことなんですよ。私自分が受験生の時、もう一喜一憂がもう激しすぎて、そこの自分の気持ちに振り回されて私は失敗したパターンなんですが、結構それは大きいと思います。あまりなんかもう考えてもしょうがないかなっていうところに関しては割り切ってもうサクッと前に進むと、なんかいつの間にかそこは解消できてるっていうことも多いので、あまり目の前、目先のことにとらわれすぎずに、まあ、ゆくゆくなんとかつながってくるらしいぞっていう、すごくそれは大事な心構えかなと思います。加藤子さんとかもありました？そのつどつどやばいみたいな、わからないみたいな。そうですね、やっぱり講義終わった直後に一番なんて言いますか、ショックを受けました。でも結構なんか生で見てると淡々と勉強されてる感じだったので、内心は愕然としてました毎回。でもやっぱりその講義の時に、まあ、分からないながらも一生懸命取ったメモとかを頼りにしながらこう後日見返すと、あ、この文章はこういうことを言ってるんだなっていうのがこう分かるようになってくるという感じで、まあ、なんとかその乗り切って学習をしていました。で聞き直しはなのであんまりしなかったですね。よっぽどこう集中力が途切れてしまったりとか、まあ、複雑なところ以外は特に聞き直しはしてなかったです。まあ、その分お二方とも講義中メモとかを取ってて、それを読み返した方が早いよねっていう感じですかね。あ、はい、なので結構講義中のメモって大事なことで、後でテキストとか見せていただきますが、まあいろいろですね、その一発合格者のテキストって意味で汚いんですよという言い方をしておりますが、お二方ともさっきちらっと見ると汚いっていうよりはまあ丁寧にというこう勉強されてきたんだなっていうのがすごく伺えるテキストではあります。ではこのレックの新中高ヶ月合格コースでですね、割と問題演習が充実していると、初学者向けの講座の中でも特に問題演習、まあ、司法書士試験ってやっぱ資格試験なので内容の理解だけではなくて、まあ、解けてなんぼ、点数取れてなんぼといったところではあるんですが、なので結構演習これがかなり求められます。で最近の司法書試験だと過去問だけでは受からないという傾向がありますので、過去問プラスアルファの問題演習をいかに充実させるかというのが鍵になってきてまして、でそこで問題演習かなりあるじゃないですか。講義と並行して人事5ヶ月合格コースについてるやつだと、例えば講義と並行してチェックテストというのが各科目であります。でこれがトータル400問とかあって、でプラス直前期とかにも、ね、毎週毎週テストを、ね、答案練習会というのは答練、だとか全国公開模試模擬試験だとか、というのも毎週あって、結構、ね、常に点数を突きつけられている感じがあるんですが、結構その
問題演習、特にチェックテストだとかは1回の科目終了後、割と早い段階で解きました。そうですね、最初なんか民法の時はちょっと存在を忘れてたのがあったんですけど、それ以降はちゃんと講義が終わって2週間後ぐらいにとか、なんかスケジュールをして、なんかその決めてここまでにやろうとか、はい、はい、っていう感じでやって、まあ、その後20丸3回までみたいな形で続けていました、うん、はいはいはい、じゃあチェックテストだとかも、まずそのいつやろう、何点取ろうで、解いた後はものにできるまで繰り返しやろうみたいな素材になってた感じ、はい、そうですね、はいはい、加藤岡さんどうでした？そうですね、私の場合はそこまですぐは着手はしていなくて、まあ、大体その合格ゾーンの方を、まあ、2回ぐらい繰り返してなんとなく問題形式に慣れてきたかなというところでチェックテストを初めてやりました。じゃあまずは講義と並行して過去問解いて、過去問の正答率がそこそこ上がってきたら、はい、仕上げ的にチェックテストみたいな。そうです、はい、はい、でじゃあその講義と並行してチェックテストというものがあって、で あと生クラス、池袋の生クラスだと生クラス専用のまた追加問題集的な、あれもやんなきゃこれもやんなきゃっていうのが結構スパルタ的に降ってくるじゃないですか。で全部やりました、あれ。はい、一応やりました。きつくなかった？量多すぎなかったですか？きつかったです。なんかあれ終わんないぞみたいな感じになってきたんですけどでもじゃあその分こうやんなきゃっていうエネルギーになって、結構直前期とかやってました。あ、はいはい、あ、はい、加藤岡さんどうです？まあ、一応なんとか、そうですね、 2,3 回ぐらい最終的に繰り返してやったと思いますね。ただ、まあ、あれをやっておかないとそのいろんな問題形式になれることが結局できなかったと思うので、まあ、辛いけどやってよかったなというふうには思いました。はい、結構ですね、過去問、ね、さっき合格ゾーンって言ってた、それが過去の本試験問題なんですが、特に過去問に関して言うと科目によってなんですけれども、かなり古い時代の過去問とかだったりすると出題傾向が違っているよと、今と。そうすると古い時代の過去問はもう解かなくていいですと。私講義の中でも科目によってこの科目は何年分解いてくださいとか言うんですね。古い時代はこれ出題傾向変わっているからそんなに広げなくていいよと。その代わり例えば何年分の過去問を早い段階で完璧に20丸3回連続つくようにしてくださいと。出来具合を20丸丸三角×として20丸が全部、設問全部パーフェクトに答えられた。で、丸っていうのは正解できたけどでも迷った設問もあったっていうんだったら、まだその問題は完璧ではないんですよ。迷った設問があるんだったらまだダメで、それで落としたら三角、もう点でダメっていうのが×、二重丸丸三角×と解いた日付を書いてくださいというふうに言っていくんですが、 できるだけもうね、絞っていいから、直近何年分を二重丸三回連続つけなさいというのを具体的な目標にしていくんですが、でちょっと過去問見せてもらいましょうかね。いいです。いい。で、ちょっとお二方とも過去問持ってきていただいたんですが、そうですね。例えばその会社法の過去問ね。で、言うと、例えばそうですね。例えばこのあたり、私会社法の過去問って古い時代解かなくていいよって言ってるんですが、これ平成2年なんですが、古い時代の過去問もう見てもないと、一切やってないと。ただその代わり、そうですね、古い時代の過去問やってないけれども、そこそこ直近の分はやってくださいねみたいな感じだと、私会社法だと平成18年以降解いてくださいって言ってるんですが、もう16年とか解いてもないで、じゃあ18年分から解いてください、これ平成20年の問題なのでこの問題やってるんですが、そうするとめちゃめちゃやってるじゃないですか。で、例えば最初の頃、ね、三角丸で、で二重丸になってちょっと離れたら二重丸が丸に戻って、でその後まだまだもうちょっと上げていかなきゃいけないと、元旦にこれ OK ついてますね、素晴らしいね、元旦も勉強したんですね、でその後直前期ちょっと離れるとやっぱり3ヶ月4ヶ月離れるとやっぱ丸になっちゃうのねと。
あとはもう超直前期に6月この枠が足りないぐらい、過去問解いてるねと。やっぱちょっとね、離れればそれは抜けるんですよ。たくさんのものやっていかなきゃいけないので、そういった意味ではここの範囲はやってねと言ったところに関してはゴリゴリやって、でしかも解説部分にも結構その問題ページは何度も解き直さなきゃいけないので、そうですね、何も問題ページに書いちゃうとそれが次回のヒントになってしまうので、問題ページは汚さずに、解説ページの方に、かなりその色だったりアンダーラインだったり、多分テキスト戻って、テキスト戻ってこういうことだよねっていうヒントがあったら見ます、ヒントがあったら、ここなんかもう書いちゃうみたいな、多分ここ書くことで、プラスなんか理解が深まるというところでもあったと思うんですが、こんな風に解説文に関しては直前期に演習回数を重ねるためには、ある程度解いた履歴と間違ったところだとかこういうことじゃないよっていうメモが入っておくと、直前期にもぐるぐる回していく素材になるので、かなりそういった意味では役立つのかなと。結構やったページに関してはもう大体何かしらこういった履歴が乗っかってるというところではありますよね。かなり解きまくってますね。大体そうですね、全くやってないところに関しては結構まっさらだし、でやってないところは結構まっさらだし、やったところに関しては結構そこの解いた履歴、といった意味でかなりですね、何度も回したというのが伺えるかなというところではあろうかなと思います。で結構そうですね、割とそういった意味でいい意味でその汚いっていうのがいい意味で履歴記録が残っているよと。そうすると直前期になって例えば×とか三角丸二重丸がそんなついてないっていう問題だと、直前期には優先して解かなきゃいけない問題っていうのがピックアップして見えてくるし、で結構そうですね、あと他の不動産登記法という科目で、不動産登記法のこの上巻っていうのがこれね、学習始めると択一の中でも不動産登記法の上巻ってめちゃめちゃ苦労する過去問ではあるんですが、でそうすると不動産登記法も、私不動産登記法に関しては15年分やってくださいって言ってるんですが、15年分やんなくていいと言ったところに関してはもうノーマーク、全然やってない、ただその代わり、やらなきゃいけない直近15年分に関してはかなりそうですね、15年分になってくるとそうですね、やった履歴とあと解いたもので、もうここはいいよって言ったものに関してはもう括弧でもこれいいと保留と、次回から解かんでよろしい的なものだと思うんですが、そうですね、割と解いたものですね、こんな風にですね、多分ここ何度も間違えたんでね、足に×がバツバツバツってついてるもの、足って説問ね、2×がついてるっていうところは、多分この説問は何度も間違えた的な感じで、そういった風にですね、履歴が残ってると直前期だとかにも回しやすいっていうのはあると思うんですね。でたくさん解いたものもあれば2、3数回でっていうところもあるんですが、これを見るとしみじみ、終わった後しみじみ見ると私頑張ったなというところは見て取れるかなと思います。買ったお母さんもじゃあちょっと加工も見せてもらっていいです。バラしたんですね。バラしました。これ分厚かったから解きにくかったとか感じ？通学中に見るために、そうですね、小さくばらして持ち運びしやすいようにしました。はいはいはい、結構講義の中でいずれ言いますが、テキストだとか過去問だとかっていうのは、一冊は分厚いと、それをパクッと割って、分冊っていうこともまた講義の中でアドバイスでは言っていきますけれども、されてる方はそこそこ多いです。でこれも例えば片岡さんもやらなくていいって言った古い時代の過去問に関しては結構もうノーマーク、なので問題として自分の手元にあるもの、とりあえず古いものも何でも全部が全部回そうって思っちゃうと大事な問題を何度も繰り返し解けなくなっちゃうんですよ。やっぱ時間的に制限があるので、
ってなると、あの例えば昭和時代から2回3回全部の問題解くよりは直近15年分の問題を10回解いた方が力にはなるんですよ。あの100問1回解くのと30問5回解いたら30問5回の方が圧倒的に力にはなるんですね。そういった意味でやるべき分量を絞って、であの過去問だとかあの他の問題もそうなんですが、あの基本的に問題演習っていうのはあの丸×がつくかどうかの確認ツールというよりは解いて覚えるためのツールだったりもするので、そういった意味ではあの割とですね、その解いて覚えるツールとしてはあの、うん、あの解く量を あまり大きく広げちゃうと、あとあとそのね、あんま解いて覚える効果っていうのはなくなってくるのかなと思いますですね。割とそうですね、見てると最初のうちはスパンとしては最初のうちは、短いですよね。10月2日、10月22日、11月25日で、あと他の科目とかもやんなきゃいけないので、ちょっとまあ3ヶ月ぐらい普通に空く時もありますよね。で直前期に最後畳みかけるみたいな感じで問題量を増やしていくと。で目の前の科目が最優先していかなきゃいけないといった意味においては、過ぎ去ったものを常時過去問でも何でもぐるぐる触れないんですよね。たくさんの科目を次から次へとやっていかなきゃいけないので、そういった意味ではしばらく数ヶ月離れなきゃいけないというのは、そこはもう仕方がないものだと割り切っていただければなと思います。ではさっきの生クラスの問題集つながりで、生クラスだと問題集以外にも直前期のそのブラッシュアップ講座だったりとか追加であれやこれやとあるじゃないですか。で特にそういったものがかえってさっきのね、あれも問題集はこんなにやんなきゃいけないのかっていうのもあったり、追加のブラッシュアップ講座だったり負担にならなかったりしました？しませんでした。そうですね、スケジュール的には確かに大変だったっていうのはあるんですけど、でもなんていうんでしょう、ブラッシュアップ講座とかも比較的そこまで苦手じゃない分野のところと、なんか本当に苦手分野のところとあるので、そこは見るときの何て言うんでしょう、気持ち的にこう緩急をつけてもいいのかなとか、うんうん、でちょっと息抜きって言ったらあれですけど、こう復習としてこうだよねっていう確認で見るときもあったりしたので、そういう意味ではそれきっかけでこの先生の話を聞ける直前期にっていうのが、特に直前期ってもう講義なくなってるので、毎週毎週テストがやってくると、そうですね、なんか受け身の講義があった方が割とそのローテンずっと同じテンションにならなくて済みますよね。はい、はい、片岡さんどうでした、その山クラスのやるもの多い問題について。そうですね、負担ではあったんですけれども、必要な負荷だったのかなというふうには思います。でそうですね、特にその直前期 の講義なんかはやっぱりやることが自分の中でも多かったので、ちょっと通学はなかなかできなかったんですけれども、ウェブでこう聞き流して、で、その頃になるとやっぱり自分の中のこう出来不出来っていうのも分かってくるので、それで何て言いますかね、ここはちゃんと聞こうとか、ここは聞き流すくらいでもいいのかなって、こう自分の中でメリハリをつけることで何とかやりきれたのかなというふうには思ってます。相田さん、ブラッシュアップ講座って生クラスの方に追加でもうちょっとがっつり解説してほしいところってリクエスト募るんですよ。で多くの受験生さんが苦手とするようなところをプラスレジュメ出して、追加講義みたいな感じなので、リクエスト形式なので自分にとっては大丈夫っていうところもあるし、それ聞きたかったみたいなところもあったりはするので、そういった意味では逆に直前期にもう受け身でこう、インプットしていくっていう作業少ないので、そういった意味ではいい意味で環境をつけたか対応っていうのはありだったのかなと思います。ではここからちょっと記述、司法試験で記述式問題があるんですが、記述の対策を具体的にお伺いしていきたいと思うんですが、
消費者の記述ってですね、登記の申請書を書いていただくと、不動産登記と商業登記とあって、で、不動産登記に関して言うと、あのね、例えばその不動産、ここに2つの土地がありました、その土地に関して、人が亡くなったりだとか、ね、あの契約だとかで、実際、消費者さん、これどういう登記の申請書を作りますかと、もちろん死刑なので、そこにトラップが埋め込まれていると。あと結構形式面も、ね、意地悪だったりするので。あと会社だと商業登記だとあの、ね、会社の株主総会議事録とか取締役会議事録というものが示されてて、もちろんそれをあの例えばその会社法知識を駆使して事案を読み解いていかなきゃいけなかったりだとかするような事例形式の問題なんですが、もうプロとして登記の申請書を作ってくださいというものなんですが、この記述式って結構時間との戦いもあったりして場数じゃないですか。で前提としての知識で、この記述式に関してあのまずその登記の申請書を書くといった意味では、ひな型っていうね決まったワードがあるんですが、ひな型って覚えなきゃいけないじゃないですか。ひな型って割と早い段階から後期と並行して覚えていったのか、直前期にまとめて覚えたのか、どんな感じですか？そうですね、私はもう最初からあの後期と並行して覚えるようにしています。どうやって覚えました？基本的にはまあ書いて覚えるっていう感じで、うん、はい、であとはなんかこう、なんていうんでしょう、こうすごい長い言葉とかあるじゃないですか。なんか及ぼす変更とかね、そういうのとかはなんかそういうの一覧でバーって書き出して、うん、電車の中とかでこうずっとこう見る、頭の中で反復したりみたいなのはしていました。はい、片岡さんどうでした？ひな型暗記。そうですね、あの特に不登法は不登法の講義が終わった段階くらいから、あのひな型コレクションっていう、うんうん、あの冊子を購入して、それをもとに、そうですね、1日1時間くらい時間を作って、まあ、あのひな型だけを覚えるっていう時間を確保してました。眺めて覚えてました？書いて覚えてました？ひたすら書いてましたね。はい、うん、割とひな型に関してはあの書いて覚える方が抜けにくくて良いんじゃないかなと思います。ではあの講義と並行して基本問題集として書式ベーシックっていうのは解くんですね。でその基本問題集は何回ぐらい解きました？はあの20丸3回までっていうので、うん、まあ、少ないので3回で、多いので7、8回解いたのも多分あると思います。でその講義の中でいつぐらいまでに卒業してくださいねっていうデッドラインは申し上げますけれども、うん、それよりももっと早めに卒業できた感じですか？そうですね、前倒しで、うん、はい、やってました。はい、片岡さんどうですか？はい、私も同じで、まあ、基本的に3回解いて、でどうしてもあの苦手なところとか毎回も同じ文言で引っかかってしまうところとかがあるので、それはまあのもう少しあの繰り返しで解いてました。で卒業時期はあの大体先生から提示された時期とほぼ同じでした。はい、であの記述って、まあ、あの徐々に最初から本試験問題ってなかなかレベル高すぎて解けないんですよね。講義と並行しては基本問題集で、その後あのレックのこの講座とパックになっている中級レベル の問題集演習、これあのレックの講座あのかなり記述演習充実しておりまして、でその講義と並行して不動産登記の講義が進んだら、今度中級レベルの問題、中上級っていうふうに徐々に問題レベルを上げていくという感じなんですが、で本試験レベルになってくるとかなり内容的に、ね、あの混み合った事案というか、あの、ね、あのでかなり意地悪な問題になってくるんですが、記述って、まあ、そもそも好きでした？直前期になるまでは割と好きでした。ああ、はい、どうでした？私もあの全く同じで、直前期からだんだん解けなくなっていったので、それまでは好きでした。あ、そうね、だから直前期になるともう本試験レベル の意地悪な引っ掛けがあの入ってくるので、徐々にそのまんまと引っかかってしまったりすると、もう点数がガクンと下がるんですよね。あの大崩壊したことあります？あの誰も通るんですよ。とんでもないあの点数あの取ったりするんですが、あのそこで大事故を経験はするんですが、ただね、それを経験すると怖くもなるけど、そういったミスはやんなきゃやっちゃいけないんだなっていうふうに生かしてくると思うんですが、あのじゃあ大失敗、本試験では大失敗、もう2人ともあの素晴らしい、今年意地悪な本試験問題だったんですが、あの、ね、ちゃんと
ね、そこも攻略できてましたが、直前期失敗経験っていっぱいあります？はい、不登校がすごい失敗ばっかりで、うん、もう枠ずれをとにかく起こしまくるっていうのがありました、うんうん、そう、不登校の、ね、皆さんを経験する枠ずれっていうね、枠ごとの配点だったりするので1個見落としてしまうと全部ずれちゃって、そこを全部ゼロ点になってしまうんですよね。そういった意味で、ただそれって失敗しないと次から活かせなかったりします、ね、そうです。やっぱりその2人とも演習ありきって感じなんですか？そうですね、演習と、あと結構、まあ、それって名変というか、うん、そうですね、前提として入れなきゃ1件目に絶対これは外しちゃいけないよみたいな、うん、はい、なのでそこで論点となる部分の見返したりですとか、そこの、まあ、復習を重点的にしたりっていうふうにしてました、はい、どうです？はい、私も本当に登記の問題は失敗ばっかりで、特に不登校に関しては相続が入ってくる時があるんですけれども、相続で、まあ、中間圧縮が必要かとか、こうかなりテクニカルに判断を求められる論点が多いので、相続に関して本当に、なんていうのかね、問題文の中で人が死ぬのを見るたびに本当に嫌な気持ちになってました。でもそれもやっぱりつまずかないと転ばないと覚えないのかなというふうに思いまして、その特に相続についてはこう自分でしっかりこう図を書き出して、こういう場合はこうなるっていうのをこう自分なりにノートにまとめたりして対策を立ててました。ちょっとその、ま、ね、片岡さん素晴らしいまとめ、直前期だとかに主に講義、ごめんなさい、講義と並行してなかなかまとめノートっていうのは全般的に作れるほどのボリュームじゃないんですね。基本的に照射試験でまとめノートって作らない方がいいよと。ただ苦手論点だけピックアップしてまとめていくっていうのは、知識を整理したりだとか書いて覚えるっていった意味においては割と直前期になってくるとそのあたりはいい効果を発揮するんですが、これ素晴らしくてですね、普通のこのノートでですね、そこに割とその直前期だとかにつまずいたところをこのなんかね、死んだ順番とかそのにこの登記をしましょう的なっていうのを別にもうランダムにこれってこうだよっていうのを別に次々書いていくっていうのですか？これはその模試で出た設問に従って、うん、そうですね、丸で囲ってある数字が死んだ順番、うんうん、でその後こう遺産分割協議などでこう、そうです、最終的に H と書いてある人の担任になってるんですけれども、そっか、はい、この事案でこんだけ人がいっぱい死んでて、実際実務でもあるんですよ。ひいじいちゃんの代まで遡ってもう登記全然ほっぱらかしてるみたいな、さあどうしましょうみたいな、こんなぐちゃぐちゃした事案が普通に本試験レベルの問題で出てくるので、これをさあプロとしてどう処理すべきかというのが試験で問われたりするんですが、となるとそれを、ね、引っかかってみて、ああそっかこの順番でっていうのを整理記憶として書き出してみるみたいな感じですか？そうですね、はい、なので結構ね、講義と並行してまとめノートを作るっていうのは量多すぎてお勧めできないんですが、直前期になってみて横断的に知識を整理という意味で、これも間違いきっかけでただでは転ばないぞと、ただでは起き上がらないぞという感じで、そうですね、これもそうですね、直前期、これ会社法商業時ですね、ちょっと難しい論点を自分なりに理解記憶っていう意味で、整理していった感じですかね、はい、なので特に直前期は間違いノートとか私よく言っていくんですが、間違いきっかけで、整理まとめてみると、読んでダメなら最終手段として書いてみるという感じですかね。なのでそうですね、結構ひな形の整理っていうのも結構あったりしましたね。この時にはこうなるよとかっていうのもあったりはしたので、結構もういろんな科目がここはもう民事訴訟だったりとか、これ民事訴訟のページだったりとかっていうのも一冊の中にもうずらずら書いてったっていう感じですかね。はい、なので直前期に知識の伸び悩みがある方はこういったものを真似てみるといいんじゃないかなと思います。
では、ね、あの卓一技術、これをあの、ね、膨大な量次々科目進んでいくんですが、あの、ね、講義全部で11科目あります。で最初全体構造からあって科目別に進んでいくんですが、あの過ぎ去った科目ってやっぱ気になりますよね。であのね、民法やってる時には民法だけやってればいいと。でその2科目目3科目目4科目目になった時に過ぎ去った科目との付き合い方ってどうされてました？そうですね、基本的にそこやりたくなっちゃうっていうのはあるんですけど、まあ、でもそれをやってると目の前のものがおろそかになってしまうので、まあ、そこは先生が結構あの指示してくださる通りにあの手放していくっていう感じでやっていて、離れることに不安はありませんでした？はありました。すごいありますよね。なので、まあ、たまに触れたりする時もあったんですけど、あとはもうそこもすごいあの例えば民法の、 あの債権分野がすごい苦手で、うん、まあ、ずっとなんかやりたいんですみたいなことを、うん、先生に相談していて、ね、でも今じゃないっていうのをずっと言われていて、まあ、それもじゃあいつやるのかっていうのをあの相談して決めて、うん、なのでそこまでは今の目の前のものに集中しようっていう風にして、そのいつやるかっていうのを、まあ、決めることでその不安がまあ解消されていくっていう。そうですね、このタイミングであの例えばその生活状況とかによっても違ってくるんですよ。あの、ね、今ちょっとこのタイミングで仕事も忙しいだとか追っかけ受講で忙しいとか、あ、人によって個々違うので、でいろいろ生活状況だとかプライベートのこととか結構立ち入ったことまで聞いちゃうんですが、あのそのことまで聞いて、じゃあもうあなただったらこのタイミングで時間ができるから、あのじゃあこの時にやればとか、で逆にここにやる民法債権やるためには今ここで他のことやっとかないと債権の時間潰れちゃうわよという感じで、あの、ね、やる時期を決めとくと結構その、まあ、心の不安っていう安心材料になりますね。片岡さんとかどうでした？過ぎ去った科目、うん、そうですね、やっぱりやりたい気持ちはずっとあったんですけれども、ただ一方でその目の前でやらなきゃいけない科目っていうのもすごくあったので、まあ、どうしてもその割り切りで一旦離れるのは必要なのかなとは思ってました。なので、その通学中とか移動中の時間で少しその過ぎ去った科目の択一問題を解いてみたりとか、あとそうですね、科目の中でもこう関連する科目っていうのがあると思うんですけど、うんうん、例えばその民事訴訟だと、民法の債権法の知識が必要になったりとか、まあ、もちろんあの商業登記だと会社法の知識が必要になったりとか、あのそういったこう関連する知識が出てきたときには必ずその前の科目に戻って、前の科目の知識も再確認するようにはあの心がけてました。ではそのトータルであのチェックテストだったりあの直前期のテストで思うような自分の理想とする点数と現実の点数って常に一致してるとは限らないじゃないですか。あのその時ってあの焦ったり不安だったりあとへこんだりもう勉強が手につかなくなったりっていうことってありました？どうやってました？その時焦りはすごいありましたね、うん、特に直前期焦りますよね。そうですね、はい、どうしてました？毎週あの、ね、点数を、はい、あの教えてチューターでつながっているので毎週毎週テストのたびにあの科目別の点数あの逐一報告されていたので割と私もアドバイスしやすかったんですが、点数思うような時思うに取れなかった時報告したくないなとか思いました、うん、いやでもそういう時こそしたくなってどうしようってどうしましょうっていうのを一刻も早く聞きたいみたいな、まあ、勝手に報告メールを毎回送ってたんですけど、うん、でもその時まあ勉強やりたくなくなるってことはなかったんですけど逆にやんなきゃっていう気持ちで、うん、でもどうしたらいいんだろうっていうのを、うん、まあ、毎回相談してで、あと結構直前期にそれで良かったなと思ったのがあのなんか不登法でその枠ずれをすごい起こしてしまった時にこう先生にそのパーフェクトはあまり目指そうとしないというか記述はその小登法と不登法のとまあトータルの点数っていうのもありますし不登法の中でもまあ普通2回申請をするので例えば最初の方で枠ずれを起こしてしまっても2回目の方でまあそれなりにできてればまあ小登法と合計すればまあその変なことにはならないのであのまあ、枠ずれになっちゃったって思ってもそのすごいその焦らずに冷静にできるところを埋めるっていう風に、うん、あの
していこうみたいなことをアドバイスいただいて、まあ、結構そういうのを精神的にというか、あ、1個焦げても大丈夫なんだなみたいな、はい、うん、そういうのとかはすごい良かったなと思って、こうパーフェクトにしようとしすぎないというか、うん、そこはすごい良かったな。結構ですね、その卓一と記述トータルやっていかなきゃいけないんですが、卓一の点数は高く取らなきゃいけないのに対して記述ってそこまででもないんですよね。もちろんその、ね、あの合格その、ね、トータルで点数取らないと受からないけれども、戦略としてあの全てをパーフェクトっていうんじゃなくて、卓一は攻めて記述は守る、記述の守りの中でも1個しくっても他が取れてれば大丈夫っていう、戦略でいかないと、高いレベルを求めすぎてしまうと、もうグダグダになってしまうので、そこは臨機応変な全部こうハイレベルっていうのは求めすぎなのかなと、一発合格で考えたらそういった戦略を立てざるを得ないというところではあります。片岡さんとかもどうでした？そうですね、私は最初1回目の答練の点数がすごく悪くて、もう全然基準点にも満たないような点数だったんですけれども、やっぱその時が一番ショックで、まあ、自分が今まで頑張ってきたのに本当なんでこんな点数しか取れないんだろうっていうのはものすごく落ち込んだんですけれども、でただやっぱりなんで点数取れなかったのかなっていうのを自分なりに分析して、でやっぱりこの記憶に曖昧なところが自分は多すぎるんだなっていう、まあ、と思ったの で, で, あのでその自分はどうやったら物事は記憶できるんだろうと思った時に、そのテキスト形式のなんていうんですかね、文章が書き下してあるような形式だと自分はどうも頭に残りにくいようだということで、まあ、だったらこう自分で表を書き出すなり、まあ、既存の表を使ってこう確認するなり、そういったやり方で攻めてみたらどうだろうということにまあ思い立って、でそれを実践したら本当次の答練で基準点を上回る点数が出せたので、ちょっと見せてもらっていいですか、はい、まとめのそれそれ、うん、じゃあ喋りながらでいいです。はい、で結構ですね、割と直前期にもともと講義と並行して理解できてると、しっかり復習はできてると、最後直前期に確実な知識がないとやっぱ卓一って点数取れないので、それの暗記物として、これもう大体もうブレイクスルーテキスト、講義のテキストの抜粋コピーですよね。そうです、はい、覚えなきゃいけない図表の抜粋コピーで、でそこに割と結構ゴリゴリ書き込みを入れていると、でそれが例えばその間違ったとこだったりとかな感じなのかな。そうですね、あとその答練でこう触れた知識とかを、うん、逐一書き込んでいった感じですかね、うん、でそのあとはそういったこういった覚えるべき、もう大体ブレイクスルーのコピーみたいな感じで、この覚えるべき図表だけもピックアップしてみたいな。そうですね、うん、あとこう丸と×で色分けをすることで視覚的にこう覚えたりっていうこともしました。絵的に入ってくるのは丸×暗記物ってそうですよね、はい、絵的に覚えると、まあ覚えなきゃいけないものはもら、まあ、片っ端からコピーしてって、それをもう隙間時間とかに、はい、そうですね、まあ、ただもう直前期には1時間2時間ぐらいこの図表だけを覚えるという時間を作りました。そうか、図表をもう暗記用に頭の中で考えながら図表を説明して、もう入れ込んでいくためのみたいな、はい、あと、まあ、図表の一部を隠してそれを書き出してみたりとか、こういうところ隠してね。そうですね、うん、はい、で割とそうですね、ほぼほぼテキストの覚えなきゃいけないもの、あとは答練とかのレジュメに、はい、もう答練の、はい、そういった覚えるべき図表とか入ってたりするので、はい、そうですね、これいいなと思ったものを片っ端からコピーなり、はい、もう答練の、解説の冊子をそのままちぎって、うん、図表だけをこう、うん、コレクションしていったりとかしてます。でも自分にとってここがまだ入ってないっていう直前期だからこその苦手ピックアップみたいな感じですかね、はい、そうですね、ただもう最後の方には図表をもう見つけるだけでそれだけでちぎって、うん、コレクションしたりとかもしていました、うん、割とそうですね、過去問だとか講義ノートテキストでこれは書いてみたのかな。そうですね、うん、これはそう確かテキスト講義ノートとかに乗っかってるやつだと思うんですが、割とその覚える図表で暗記を固めていったっていう感じですか。はい、そうです、はい、
割と結構直前期ってもう講義自体が基本ないので、そういった自分の苦手なところを潰していけるタイミングではあるんですが、あの割と演習きっかけで、問題演習きっかけでそういったものを見つけていくのはすごくありだと思います。ではあのタイムスケジュールとして、まあ、割とその、ね、平日仕事してる時の勉強時間と休日の勉強時間で、これあの毎年聞くんですが、あの、まあ、直前期が一番勉強したと思うんですけれども、最高で1日正味の勉強時間ね、机に向かってる時間ではなくて、集中して勉強した時間で最高で1日何時間やりました？チャレンジで自己最高記録。最高で11時間。11時間ね、え、まあ、ってことはもう勉強体制としてはもっと長い。そうですね、机に向かってた時間はもうちょっと長いと思います。片岡さんは？私もあの全く同じで11時間ですね、はい。じゃあ平日仕事してた時 あの勉強時間ってどのぐらい？もう片岡さん、仕事をしていた時は、3時間くらいですかね。昼休みを1時間使っていたのと、あとはあの夜帰ってきてからだいたい2時間くらいで、3時間くらいが、まあ、あの体力的に限界でした。じゃあその分土日ってその平日思うようにあの追いつかないみたいな時も多分あったと思うんですが、土日で稼いだ感じですかね？そうですね、ただ私はその時は土日もあまり勉強ができなくて、あの5時間とかそのくらいですね。ただあの仕事を辞めたのが、5月ぐらいの、頃で、まあ、そこから1年あの少しあの専業でやっていたので、そこからあの1日あのもう少し長い時間勉強してました、はい。じゃあ斉藤さんどうですか、そのマックスに対してその平日仕事してた時の勉強時間だとか。仕事していた時はまあ4時間を目標にっていう感じで、うん、まあ、朝が私ちょっと苦手なので、まあ、通勤時間と、うん、あとお昼休みと夜帰ってきてからで、まあ、トータル4時間行くようにっていう感じでやってました、はい。ではあのそうですね、勉強時間を確保するためだったり、なんかいろいろ日々工夫とか失敗とかしてきたと思うんですが、なんかすごく特別なことってしてました？普通にもう好きあらば勉強みたいな感じですかね？そうですね、そんなに特殊なことはあんましてないかなと思います、うん。そうですね、私も特殊なことはしてないと思うんですけれども、ただ強いてあげるなら、働いていた時にそのお昼休みを、うんうんうん、あの普段そのオフィスの机の上で食べていたことが多かったんですけれども、まあ、それをやめてあのお昼始まったらすぐにもあの喫茶店にあの駆け込んで、あのなんとか時間を作ったりということはしていました、はい。ではあの私のクラスでは先ほどもちょっとお話として出てきたんですが、あのカウンセリングっていうね、受講生さん、まあ、あの1対1でお話をする、それは電話だったり、もう斉藤さんとかほぼほぼ最後もうしばらくぶりだと思うね、あの電話ずっと電話だったりもしたんですが、あのそういったものって結構一発合格されたかされる方っていうのはあのかなりの頻度で利用されてたりはするんですが、あのそうですね、そういった利用の仕方、まあ私は結構知ってるんですが、あのちょっと皆さんにあのどういった感じで使ってましたとかっていうのがあれば。私は結構その進捗とか、まあスケジュール管理的な部分であのお話をさせてもらっていて、なんかあまりその勉強の内容そのものっていう、そうですね、そんなに質問は多くはなかったですよね、はい。でやっぱり私の中ですごい思っていたのは、なんか勉強とかってもうやるしかないっていうのはあったんですけど、でもこの試験に合格するのに多分大変なので、その量が多い中 でそれを1回で全部こう合格点に持っていくって考えると、なんかそれをずっとこう何ヶ月も維持するのは大変なので、うん、その試験日にそれをピークに持っていくためにどうしたらいいのかみたいな、うんうん、そういうそのための今何すべきかっていうのをすごい先生に確認して、やってる方向性が間違ってないのかみたいな、うん、その確認を毎回してるみたいな感じで使ってました。なんか過去問とか解いてて分かんなかったところっていうのは、まあ、あのそんなうちなんとかわかるだろうみたいな、さっきの話じゃないですけど、そんな感じですか？ですね、とかもう自分の中で理屈をなんかこねくり回してこうだろうみたいなのとかっていうのでやっ
ってましたね、はいはい、ちょっとあのいいですか、あのちょっとじゃあのこれもあの実際のテキスト、あのブレイクスルーテキストですね、あのまあいい丁寧に使われてると思うんですけど、いい意味で年季の入ってる感じで、あのゴリゴリ回した経緯は見えるんですが、で結構私講義の中でもあのやるとこチェックいらないところカットみたいな感じで、あのやるところはそこそこがっつりやって、いらないところはバッサリカットと、バッサリカットした部分に関してはこんな感じですね、バッサリカット、このページカットといったところに関してはもう多分ほぼほぼ読んでもない感じですかね。そうです、うん、でなのであのやらなくていい、読まなくていいっていうところに関してはもうカットで、あのがっつりやったところだとかに関しては、結構もうこんな感じですよね。あのこれ私が講義中言った以上のこともゴリゴリ、あの言ったというか私が講義中に書いたこと以上にあのゴリゴリメモが入っていくっていう感じで、比較的あのまあ、これ会社法なんですが、読みにくい文章だとかっていうのは色を多用してる感じですかね。あ、そうですね、はい、うん、で割と読みやすくするために色を入れるとか、はい、な感じですか、はい、うん、なのでそうですね、あのモーノーマークのところだとかっていうのはメリハリがついてるなっていうのは感じられるかなと思うんですが、あのそうしないともうそもそも司法書試験ってあのよく出るところを中心に学習していかないとなかなか点数に結びつかなかったりしますので、あのそういったものに関してはあのしっかり取り入れていただきたいかなと思います。 ではあの片岡さんありますか、その教えてチューター、うん、とか、そう、うん、カウンセリングだとか、はい、うん、はい、あそうですね、あのカウンセリングはだいたい月に1回くらいあの入れさせていただいて、でその中であのその進捗状況、うん、とか、まあ今のこの点数の状況とかっていうのを相談した上で、じゃあこういう勉強方法がいいかなというところでアドバイスをいただいてました。で、教えてチューターの方ではそういった相談もしたんですけれども、どちらかというと主にこう内容面でこう勉強の内容面でわからないところというのは主に質問させていただいていて、でもう全くわからないっていうところはもちろんなんですけれども、自分の中で7割8割理解できているけどこれってこういうことでいいんだよなくらいのことも あえて質問をするようにして、そうするとこう記憶に定着しやすくなるので、そういったような使い方もさせていただいてました。はい、で結構ですね、長い勉強期間お二方ともかなり本試験に向けてもう一発合格される方って4月ってそんないい点数じゃないんですよ。7月が本試験で4、5、6って徐々に点数伸ばしていくみたいな感じではあるんですが、結構ね、さっきね片岡さんも4月なんかやばいっていう点数取って、で徐々にそれからもうしっかり上げていくっていう感じにはなってくるんですが、でもなんかテンション下がったりモチベーションが下がったりしたこととかあります？あったらどうやってそれを回復したかなんかあります？特にいや別に普通にやるしかないっていうローテンションのままコツコツやった感じですか？だそうです。私はモチベーションの上がり下がりが激しかった方なんですが、ここはね一発合格者でも結構違います。そうですね、割と感情の起伏が多い一発合格者もいます。ただ皆さん共通していい意味で前向きやんなきゃいけないで、テンションがもう当連の日とか狂ってももうなんならもう泣きながら私のところに駆け込んでくる方でも一通り泣いて喋ったらすっきりして、じゃあ復習しますって家帰ってみたいな、すっきり前を向くっていうのは割と、うん、落ち込んでも前を向くスピードは速いのかなというところは言えるかなと思います。で2人ともくよくよしないというイメージではあったんですが、辛かったですか受験期間？辛かったですはい、どうですか岡さん？そうですね、辛かった。始めるときこんな辛いって思ってました？いや思ってなかった同じ、はい、だそうです。ただ乗り越えられない辛さじゃないと思うんですが、
で、そうですね、始めるときよりも思った以上にきついぞっていう結論でいいんですかね。まあでもできない努力ではなかったと。で、2人ともね、すごい優秀な成績なんですよ。午前2人とも35問中33問ね、でしたよね。33でしたっけ、32。まあでも35問中今年午前の基準点27問だったので、もう圧倒的にぶっちぎりの余裕の点数で、1年目でこの点数の方ってそうそう聞かないんですが、なので相当努力された結果だと思います。お二人とももう本試験当日、もう翌日直後のカウンセリングで、もうよかったね、いけたねっていうね、発表を待つまでもなくぶっちぎりの合格を勝ち取ったお二方なんですが、一発合格できた勝因何だったと思います？振り返ってみて。そうですね、振り返ってみるとやっぱり一発合格をするっていうのも最初からずっとそれだけ考えていたっていうのが一番大きかったかなと思ってます。でそのね、もわっとしたところ、一発合格のためには今これを何やるべきだったのかっていう、はい、なのでもそれのために何が必要ですかっていうのをずっと聞いてる感じだったので、っていうのとも今までのその例年の一発合格者とかけ離れてないかみたいな、それをずっと確かめていくって感じで、も先生のことは信用していたので先生が大丈夫って言えば大丈夫だろうしみたいな感じでやっていました、うんうん、はい、はい、田岡さんどうでした？そうですね、私の場合はやっぱり暗記を徹底したことかなというふうに思ってます。で、多分その理解をした後に、まあ、暗記があると思うんですけど、そのなんていうんですかね、こう理解っていうのをその木の幹に例えると、こう暗記をするってこう葉っぱをどんどんこう集めていくようなこうイメージで私はいるんですけれども、で、まあ、幹の部分がちゃんとしっかりしていることはもうそれは必須の条件として、もう直前期はとにかくその葉っぱを集めていくことっていうのが自分の中ではそうですね、それが一番点につながったのかなっていうふうに思っているので、その葉っぱを集めるなんて言いますか、根気というか、そういったところが一発合格につながったのかなというふうに思っています。はい、では最後に来年に向けて頑張ってらっしゃる方、もしくはその再来年目標で今勉強を始められたばっかりの方、もしくはこれ YouTube で聞かれている方の中には、これから司法書士やろうってみようかな、そんなきついのって今思って躊躇されている方もいるかもしれませんが、ぜひ後輩の皆様にですね、アドバイスがあればメッセージお願いします。はい、そうですね、まあ、司法書士試験本当に私も思っていたよりも本当に大変な試験で、やることも多い試験なんですけれども、でやっているうちにだんだんこれでいいのかなみたいなこう不安もすごいあると思うんですけれども、私もすごい良かったなと思うね、やっぱりこうやることを絞ってと言いますか、まあ、その先生のおっしゃることであったり問題集とかっていうのもいろんなものに広げすぎずに絞ってそれを何度もやったっていうのが良かったのかなと思うので、本当に不安な時こそ目の前のものを信じてやり続けるっていうのが本当大切なのかなっていうのをすごい思いました。で、まあ、大変だと思うんですけれども、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。そうですね、私もそうだったんですけど、その司法書士の試験目指される方、まあ、社会人の方特にそうだと思うんですけど、こうやっぱりこう今自分のいる職場とか、まあご家庭とかが今このままでいいのかなと、ちょっとこうより良い方向に変えていきたいなっていうふうに思ってる方が多いのかななんて個人的には思ってるんですけれども、でその中でじゃあその自分が努力してこうなんですかね、勝利を得られるこの試験っていうところにこうたどりついて、それで頑張ろうっていうふうに思える方っていうのは本当それだけですごいのかなというふうに思ってますので、まあ、その初心を大事に、でやっぱり受かるにはテクニックが必要だと思うので、そういったところは本当にレックの佐々木先生の力も借りながら、でそれでまあこう努力していけば本当に人にの役に立てるこう仕事につけるようなこう明るい未来が待ってるような試験だと思うので、
そうですね、ちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、初心を忘れずにどうぞ頑張っていただければと思います。はい、なかなかね、具体的にここまで突っ込んだ一発合格者の話って聞くことはないと思うんですが、今日は貴重なお話を聞かせいただいてありがとうございます。今日この後ね、合格報告会に一生懸命行きまして、これからも楽しい日々、が続いていくと思うんですけれども、ぜひ皆さん続いてくださいね。で必ずやれば、結局自分一人がやったかやらないかで結果って随分変わってくる試験なので、こんな苦しい生活も長々と続けている場合ではないと思いますので、そこはきちっと自分の定めた目標を念ので結果出すべく、でそこから逆算して今何をするべきなのかというところを明晰に見極めて、頑張って日々言い訳しないで取り組んでいただければなと思います。それでは今日長々と、時間オーバーしてしまいましたけれども、ありがとうございました。2人とも本当におめでとうございました。ありがとうございました。それでは以上でおしまいさせていただきます。ありがとうございました。